誘導式の高速ミサイルっていうのは戦闘機1機潰すのに等しいですからね。人が乗ってないですけども戦闘機1機分潰すぐらいのお金がかかるわけですよ。1億ぐらいじゃ無理ですからね。結構金かかるわけで、ロシアが金持ってりゃいいですよ。あの国ね、みんな知ってると思いますけど、めちゃくちゃ貧乏なんですよ。あんな貧乏な国がね、あんな高級な兵器何発持ってんだよって話なんですよね。撃った、すげえだろ、実戦に使ったって言っても、まあ普通のミサイルと同じぐらいの効果しか出ないわけですね。え、早く飛んだねーってだけで、それだけ早く飛んでるって言ったら見たことない速さじゃない。アメリカだってイギリスだってみんな持ってますから、それ飛んで誘導ミサイルダーン、すげえだろって言いますけど、戦闘機1機潰したのと一緒でしょって話ですからね。あんたらそれ何発持ってんの。いや、それが1000発とかあってもうビュンビュン飛ばすんだったらすごいことですけども、だってさ、あのねえ、持ってないんだから。だってこれ持ってたら戦争初期の段階でもバンバン撃ってね、制空権獲得してるはずなんですよ。で、制空権獲得してから陸上部隊が行くわけだから、だから中途半端にちょっと20箇所だかドンパチやって制空権も取れないまんま陸上部隊行っちゃったわけですよ。それでバンバン戦車とか焼かれちゃったわけですよね。だから本当に良かったですね。ロシアが経済大国だったら無尽蔵にそういう弾持ってるかもしれません。ところが、まあロシアはさっきから言ってるように貧乏な国なんですよ。それがね、こんな兵器持って隣の国に攻め込んでるわけですからね。これはもうね、まあ助かりましたね。ロシアは経済力ないので、そういうすごい兵器持ってても数持ってないんですよね。だから助かりました。相手がね、超金持ちの中国みたいな国だったらもう無尽蔵に撃ってくるわけですから、よかったですね。だからロシアっていうのは結局 GDP がほぼない、日本のね3分の1以下ですよ。今ルーブル暴落したからもう6分の1ですよ。韓国の半分ぐらいの経済力しかないわけだからね。本来そんな極超音速兵器を自ら開発してね、さあ隣の国をねやっつけるみたいな、そんなことできる球じゃないんですよ。できると思っちゃってるプーチンがアホすぎるわけですからね。よかったですよね、ロシアが経済大国じゃなくてね。まあ産業がないですから、ただガスを売ってるだけですからね。もうロシアから買うものって言ったら資源以外ないですから、よかったですね。国力の弱い国でよかったです。その国力の弱さというのは長期戦になったらズシーンってくるわけですよ。本当にね、48時間でバーンってやっちゃって成果上げるんだったら、多少小さな国でもね、やり方によってはできるかもしれない。でも長期戦になればなるほど経済基盤のない国は弱いですよ。日本もそうでしたよね。真珠湾攻撃、短期決戦だったら多少暴れられた、長期になったらこれは国力10倍あったらなかなか厳しいですよね。武田恒康チャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。本家武田恒康チャンネルでは毎週木曜日夜8時、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。